麒麟ラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通った麒麟レモンがお送りする麒麟ラジオ劇場スペースロマン、マーベルコミックスよりスタンリー原作スパイダーマン、翻訳小野光生、脚色佐々木清隆、出演近石慎介、池田勝、大宮定治、その他劇団東演の皆さんです。危うく水に溺れる寸前で一命を取り留めたスパイダーマンとジェームスン編集長、二人は閉じ込められた部屋から抜け出した。ひでえ目にあった。さあ早く脱出しましょう。よし、しまった、出口の周りを取り囲まれた。スパイダーマンとジェームスン編集長はその部屋に全く釘付けにされた格好となってしまった。偽証明、せっかく助かったと思ったら今度はこれだ。しかし敵さんも浮かずに手出しできないでいる。出口が狭いからうっかり一人で飛び込んできたら僕にやられることは分かりきってるからな。かといってこのままずっとこうしてるわけにはいかんぞ。やっぱりこっちから先頭を打つほかないな。どうするんだ。まずこの雲の糸を天井に貼り付けてと。一本のロープのようにして吊り下げる。ターザンの真似するのか。そういうことだ。このロープにぶら下がって反動をつけ、一気に出口から飛び出して、あとは出たとこ勝負。わしはどうすればいいんだ。隙を見て適当に逃げて警察に連絡してくれ。うまくいくといいがな。せいぜい神様に祈るんだな。はい、じゃあ行くぞ。1、2の3。スパイダーマンは雲の糸にぶら下がり大きな反動をつけ一気に外に飛び出した。そんなひょろひょろ玉に当たってたまるか。取れ。人数が多いのも考えもんだな。下手に拳銃をぶっ放すと味方を撃っちまうからな。チャーリージェームズン、早く逃げろ。わかった。かいつめ、まだくたまってなかったのか。それじゃとどめの一発。残るはあと3人か。チャラ行くぞ。危なかった。さてと、警察に連絡するのはいいが、電話はどこなんだ。こいつは困ったぞ。石か橋かだ、この部屋に入っちまえ。あら、しまった、ついてない。貴様、どうやってあそこから抜け出した。よりによってキングピンの部屋とは。面倒くさい。こうなったら手っ取り早く拳銃で始末してやる。やめてくれ、もうたくさんだ。その時ジェームスンを裏切ったホスエルが部屋に飛び込んできた。ホスエル、邪魔するな。お前はこっちの味方になったはずだ。貴様は人殺しだ。人を殺して何とも思わない奴の味方なんかにはなれん。よくそんな口が聞いたもんだ。そうか、またそっちに寝返りをする気だな。よし、お前の方から先に天国に送ってやる。ホスエル、その時スパイダーマンの発射した蜘蛛の糸が伸びてきてキングピンの拳銃に絡みついた。くそ、お前まで生きていたのか。今度こそ決着をつけてやる。行くぞ。
パイダーマンとキングピンの2人は強烈なパンチの応酬を繰り返し続けた。キングピンはスパイダーマンを部屋の隅に投げ飛ばすとさっと身を翻し屋上に駆け上がっていった。待て、しまった、いつの間に仲間を呼んだんだ。スパイダーマン、この決着はいずれゆっくりつけることにしよう。それまで元気でな。キングピンの乗り込んだヘリコプターは急速に上昇し、あっという間に黒い小さな点となり雲の中に消えていった。スパイダーマンは叔父の敵を取れなかった悔しさに唇をかみしめながら、いつまでも空の一点を見つめていた。渚のイメージトリップ。グラスに透き通ったキリンレモンを満たすと、渚の心はたちまちウキウキ。イメージの旅に出発進行。今日はエジプトのピラミッドのてっぺんに登っちゃった。風の中からクレオパトラが好きだった当時の流行り歌が聞こえたりしてきて、ピラミッドで有名なのはギゼの三大ピラミッド。その第一ピラミッドは平均2トン半の切石ざっと230万個を使ってるんですって。そして作るのに40年もかかったって。びっくり。キリンレモンは何年にできたかって？昭和3年。もう生まれてから50年になるんですよ。光のシャワーを浴びながら、ラジオ劇場では皆さんからの番組のリクエストを受け付けています。この番組で放送してもらいたい劇画、漫画のタイトルをハガキにお書きになってお申し込みください。抽選で50名の方にラジオ劇場の放送用台本を差し上げます。宛先は郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送ラジオ劇場の係です。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場を終わります。さて、この度新宿伊勢丹男の新刊におきまして、9月17日日曜から9月23日のまで、アメリカのマーベルコミックスグループ主催でアメリカンコミックスーパーヒーロー展を開催するそうです。展示作品はおなじみのスーパーマン、スパイダーマン、ワンダーウーマン、そしてターザン、コナンなどアメコミのキャラクター50点を一堂に集めた画期的な展示会です。これに来ますとですね、毎日先着入場者50名様にコミックブック1冊をプレゼント、あとの50名様に原画コピー1枚をプレゼントしておりますので、どんどんいらしてください。